最高音部及び第二の上音の物理学的表現。F は基本周波数。喉歌は喉を詰めた発声から生じるフォルマントを利用した笛のような音などを特徴とする声を用いた特殊な歌唱法。気学的特徴を持つ歌唱法で気音と倍音を同時発生する倍音唱法の一種である。極東地方に広く伝承されており、 アルタイ山脈周辺の民族の会、モンゴル国のホーミー、トゥバ共和国の風名などがよく知られている。イとイアイヌ、畜地人など、北、太平洋沿岸の諸民族の喉遊びも喉歌と呼ばれることがある。喉歌の発生は、独特の口頭調節による喉を詰めた声による口頭音源の生成、舌や口心の形状を超音運動によって調節し制動の 共鳴周波数を制御することによって実現される。高頭調節としては、喉を詰めることにより、火星体が内転し、生体に加えて、火星体が振動する生体、火星体発生によって、独特のダミ声が実現されていることが知られている。また超音は、舌や更新の形状を変化させ、鋭い第2ホルマントの共鳴を作り、第2ホルマントの周波数を動かすことにより笛のような、 音によるメロディーを作り出す。喉歌の発声法は、仏教の生命、日本の浪曲、史上の競り声と類似していると言われている。伝統的には、喉歌は、アルタイ山脈周辺のオイラト系モンゴル人とトゥルク系の諸民族の間に伝わる特殊な歌唱法である。それらの民族とは、オイラト所属、ロシア連邦内のトゥルク系の所属である、トゥバ共和国のトゥバ人。 ハカス共和国のハカス人、アルタイ共和国のアルタイ人、ケメロボ州のショル人の間に伝わっている。この地域では、何話説のような喉を詰めた声で歌う、ジョジシや参加が発達しており、喉歌はそのジョジシを装飾する目的で発達してきた。したがって、笛のような音は必ずしも顕著でないことがある。また、ロシア連邦、カルムイク共和国、ウズベキスタン共和国、 トルクメニスタンなどにも喉を詰めた声で歌う英雄女子誌が存在しており、関連性が考えられる喉歌の確実な記述は、ベーター・ジー・モンパラスによる18世紀中旬のものがおそらく最古である。20世紀に入ってからの共産主義政権による音楽制作の中で民間芸能から舞台芸術として喉歌は大きな変化をこむった。顕著な例として、 ソロパフォーマンスが主体であったものから舞台化されるようになって以降の1980年代あたりから演者のグループ化が進んだ。覚悟における表記ホーミーはアルタイ産無役周辺民族の間に伝わる喉歌と呼ばれる歌唱法のうち西部オイラと所属に伝わるものの故障。一般に緊張した喉から発せられる笛のような声のことを指す。語源はモンゴル語でイ引頭。 動物の腹部の毛皮を表す。いくつかのスタイルに分けられるが、人によって分類が異なり、統一見解はまだない。発生方法典型的なモンゴルのホーミーの発生は、まず喉を緊張させた音を安定に大きく発生するところから始まる。唇は左右対称に青発音するときのように開き、舌は上に巻き上げて、下端の裏側を口腔外の奥の方につけ、 喉を詰めた声をここで共鳴させる。すると非常に強い台にホルマントが発生し、その音が口笛のような高い音として認識されるのである。慣れてくれば、下端を上顎に接着せず、下と上顎の間に、ごく狭い隙間を開けただけで、同様の音を発生させることができる。歴史のドンタの確実な記述は、パラスによる18世紀中旬のものがおそらく、最古である。 アルタイ山脈周辺の地域では、何話説のような喉を詰めた声で歌う、女児子や参加が発達しており、喉歌はその女児子を装飾する目的で発達してきたと考えられる。モンゴルのホーミーも、もともとこのようなアルタイ山脈周辺地域の伝統芸能であった。この喉歌をもとに1950年代以降、モンゴル人民共和国の共産党による、 音楽制作の中で発達してきた新しいタイプのホーミーはむしろメロディー楽器としての使用が主体となってきた。これが脅威の商法として近年広く海外に知られることとなった。社会現象としてはバトーこととともにモンゴル人のアイデンティティの一つの拠りどころとしての役割を担っているようでもともとホーミーがなかったと考えられる西部以外のモンゴル国内や ロシア連邦、ブリアート共和国や中国、内モンゴル自治区のモンゴル所属にも、モンゴル国から急速に広まってきている。風名あるタイ山脈周辺の民族に伝わる、喉歌のうち、トゥバ共和国における呼称。老曲説のような喉を詰めた声の歌に伴って、歌われ、その歌の装飾として用いられる。もともと声に含まれているバイオンの高音部を、声体の力で、 意識的に強調させて、口笛に似た音を出し、舌や口孔を微妙に動かして美しい倍音を紡ぎ出す。非常に低い倍音を出したり、音を細かく震わしたりと、発声法が7種類以上ある。馬や豚や蛇の皮を張った、様々な楽器や、黄金などと共に演奏される。佐藤直樹作曲の NHK 大がドラマ、龍馬伝のテーマ曲で、風名が、 サンプリングで挿入されている。発声の仕組みのウ歌の発声は、独特の高等調節による、老曲節のような喉を詰めた声による、高等音源の生成、舌や後進の形状を、超音運動によって調節し、精度の共鳴周波数を制御することによって実現される。高等調節としては、喉を詰めることにより、火星体が内転し、生体に加えて、 火星体が振動する生体、火星体発生によって、独特のダミ声が実現されていることが知られている。また超音は、舌や、後身の形状を変化させ、鋭い第二ホルマンとの共鳴を作り、第二ホルマンとの周波数を動かすことにより笛のような、音によるメロディーを作り出す。主な種類不明、スグット、カルグラーに加え、ボルバンラドル、エゼンギーレール、カンズプ、 ーブランド区などのスタイルに細分される。これらのテクニックを同時に組み合わせることもある。トゥバ共和国の法名科学センターの所長像や、キルギースによると、ホレクテールという胸声が基礎にあるという。分布と歴史顕著な例として、ソロパフォーマンスが主体であったものから、舞台化されるようになって、以降の1980年代あたりから、演者のグループ化が進んだ。その中から、 1990年以降、フィンフルトゥ、ヤトハ、チルギルチンなど、世界的に活躍し、影響を与えるユニットが登場し、現在に至っている。北海道のアイヌは、レクカラと呼ばれる喉歌の一種を足しなんでいたが、現在は行われていない。レクカラの最後の歌詞は1976年に、なくなっているが、レコーディングは残っている。カタジュジャクと呼ばれる。 イヌイットの喉遊びが存在する。イヌイットの女性同士が互いの顔を正面にして立つか座り、リズムパターンを作る。イタリアのサルデーニャの羊飼いの間にはカントアテノーレと呼ばれる喉歌がある。2005年にユネスコがカントアテノーレを無形文化遺産とした。南アフリカの天部のコサジ人女性は低音のリズミカルな喉歌をたしなむが、 これは、トゥバのカルグラーのスタイルに似ている。コールレスポンスや複雑なポリリズムをしばしば、伴う。1960年代頃から、西洋の音楽家に物ドタを使うものが見られるようになった。コレニウム・ボカー・レ・ケルン、ミハエル・ベッテル、デイビッド・ハイクスなどが例である。2014年に、ドイツの歌手アンナ・マリア・ヘイフェレが YouTube で、 多声のど歌を披露して、バイラルビデオとなった。ハフィントンポストは、素晴らしい能力であり、ヘイフェレの歌は、全く風変わりだと評した。2014年10月10日、ヘイフェレは、ガーディアンのバイラルビデオチャートで2位となった。ありがとうございます。